方はこちらをつけたいと思います。これJB74 シエラの純正ブラケットですね。シエラの、はい、シエラのこれつけるといいよって YouTube の先生が書いてくれてあったので、こっちなんでシエラなんでするの。これが後ろのタイヤを表を見せたくて。あージムニーのは裏付きだからってこと。そうなんですよ、表にした方がかっこいいかなと思って。え、ホイールとタイヤって5本買ったの。5本買いました。マジで買いました。あ、そうなの。4本じゃなく、あ、もう5本発注したろ。タイヤを5本発注して、タイヤは5本来ました。ホイールは、ホイールも5本発注して、ホイールはまだ来てません。あ、そういうことなのね。そうなんですよ。なんでちょっとこれ車検通んないでしょ。これは車検通んないらしいです。バチコーンってなんないようにして、気をつけます。どういったか、もうちょっと、軍手が、はい、こんな感じです。おお、では続きまして、フラッカーについてるんですね。フラッカーについてますね。で次の、うん、ここはなんかあれですね、溶接の跡が。さあ、どうだね、ここもできたので、あとは手で取って、これ外します。はい、お、さあここからですね。なんかこれ YouTube で見ると、なんかここの外し方がなんか、あ、入れ方が複雑だったんだっけ。なんかこれが外すとバンバンってバネで跳ねるっていうのは結構大きい音がするらしいので。あ、本当ですか。はい、じゃあ、はい、行きましょうか。はい、外してみたいと思います。おお、今当たったんじゃない。当たりましたかね。当たってないな。行きます。せーあります。はい、せーの、せーのっていうの、あ、硬いです。こっちは結構、あ、やっぱりあれだ、タイヤをしっかり止めとくからね。結構、おお、おお、せーわ、おー、せーわなるまでは結構ちょっとカコってなりますね。全部一回軽く緩めていきたいと思います。はい、おお、大丈夫かな俺の車。大丈夫なのかな。なかなか新車、よいしょ、あー、やだな、勇気がいるな、これ。いきます。勇気いる音。これはちょっとあれですね、これ押さえながら取った方がいい。押さえないとバコーンと落ちる、落ちていきなり傷になるよ。そうですね、自分の足だったら治るんですけど、車は治んないですから。治んないからね。怪我した方がいい。そうですね、自分の足だったら治りますからね。足はもう変な話、ほっとけばただで治るわけだから。おお、こんな感じになるんだね。そうですね、ここまですればしっかりそこもコーティングしてもらえるという。これがすっきりちゃんだね。そうですね、これはこれで、まあ、ありがとうございます。こっちは集中しないと。OK ですね。なんかあ、そっちはいけそうです。ありがとうございます。はい、ガンガン下がチンというか、ガンガン当たってそうですよね。ここは上の方は少し穴に遊びがあるんで、横の、うんうんうん、上は軽締めの下合わせの方が良さそうですかね。なるほど、はい、向きが指離すよ。はい、大丈夫です、ありがとうございます。6ジムニーは最初ついてたのが、うん、上1個の下に本出しだったんですよね、これが。ああ、なるほど、はい、逆さになるってことか。上下が逆になる、逆ってことだね。はい、はい、ここからじゃあ本締めですね。本締めいきましょうか。位置はバッチリですね。結構出っ張りますね。出っ張りますね、やっぱこれだけ出ないと。これよくブランケット買っといたじゃん。そうなんですよ、これは買っときまして、うん、これ車屋さん、まあ、部品のところでお願いしたんですけど、うん、これだけ使う予定だったんですよね、うんうん、そしたら他になんかこういう例えばビースみたいなネジであるとか、うんうん、ここのカバー用のなんか銀色のやつとかはいらないのって言われたんですけど、いろいろ調べていくと、まあ、これだけ買えばあとはジムニーの流用できるっていうことなんで。あ、なるほど、はい、一応これだけで。なるほど、すぐ来ました。へー、
こすげえ閉まるな、大丈夫かな。これすごい閉まっていきますね。かなりがっちりついてたよね。がっちりついてましたね。はい。恐ろしいぐらいね。閉めちゃっていいのかなって思うぐらい、今、ちょっとドキドキしてます。でも外すときバゲーンって言ったじゃん。言いましたよね。やっぱそれだけ相当重いのつけてるんで、負荷はかかるわけですよね。感じにしてみるか。はい。よろしくお願いします。やってみよう。はい。さっきの裏面についてたのを、この、本当はあれこうだったんですよね。これはね、はい、あの元のジムニーは裏側についてたのを、はい、この厚みを出すことによって厚みを出して表面を出せると。なるほど。はい、いう感じですね。なるほど。ではこちら行ってみたいと思います。はい。これはもともとあったノーマルの純正のやつをくっつけるってことね。そうですね。こちらで入るといいな。お、いいね、いいですね。ありがとうございます。これが元々のやつってことだよね。そうですね。で、こっちが背面に付け替えたと。はい。いう感じですね。いいね。アルミの前が出るとやっぱりいいですね。アルミ出ると全然違うね。はい。こっちも黒で統一感があって綺麗ですけどね。黒は黒でいいかもね。そうですね。でもこれアルミがノーマルじゃなくていい例のアルミが来たらいいかもね。そうですね。どのぐらい後ろのこの幅はどのぐらいなんだろう、違うのかな。指がやっぱりこう結構入りますもんね。こっちが2本分は普通に入りますね。じゃあ向こう見てみますか。はい。こっちの方が狭いかな。こっちの方がきつい感じですね。入るけども狭いね、こっちの方がね、はい、そうですね。だからシエラーのにした分少しこう幅が出て、はい、あとは215210、すいません確認しておきます。あれが入るかだよね。そうですね、入るのと、はい、あと本当この背面のタイヤの重さが耐えられるのかだよね。そうですね、そこはちょっと心配だね。はい、まあ、どのくらい重さも総量で変わるかをちょっと確認しながらいきたいと思います ね。かっこいい。でもやっぱりいいですね。うん、なんかいいですね。ね、これもいいよね。はい。